お疲れ様です。1月17日水曜日朝6時20分の相場解説になりますね。これ日足を見ていただいてるんですけども、私のね、目論見とは違って大きく上の方にドーンと突き上げた陽線が出てますよね。私の目論見でしたら、上昇はある程度いって、ここの抵抗で跳ね返って、そろそろ下の方に144円に向かっていくんじゃないかなと思っていたんですけども、何が起きたかというと、昨日のアメリカ市場、深夜ですけどもね、日本時間で22時から23時ぐらいですけども、この FRB のね、ウォーラー理事が、今年はアメリカの国債ね、長期金利、これね、利下げやっていくんだよっていうふうに言ってましたけども、初めての発言だったんですが、いや、利下げはさ、もうちょっとゆっくりやろうぜと、焦る必要ないよっていうふうなことをね、言い出したんですよ。で、市場反応して、あ、だったら利下げがないんだったら、円安の方向に振れるよねってことで、このね、チャートから見ると、倍の方向に動いて、今、147円をつけたわけですよね。145円前後から始まった今週なんですけども、すでに147円と2円もね、上昇してしまったということになります。私としてはね、1円ぐらいは上がったにしても、それ以上の売りで下がっていく、144円台に食い込むっていうふうに習慣を仮説しながらね、月間はまあ思った通りになったなってところですけども、水曜日思った通りにならない事態が起きましたんでね、ここからね、行動を修正していかないとなっていうところです。はい、それではね、4時間の方を見ていきますよ。まあ、上昇波動はね、しばらく続くんじゃないですか。移動平均線と、これ4時間ですけども、ローソク足の関係、すごく順調な上昇トレンドを描いてますよね。ここもそうだし、ここもそうだし。で、今、かなり乖離が出ましたんで、一旦、上昇の動きを止めて、また、もう少しね、売りの方に、下の方に動いた後、N 字をつけるようにもう一回グンと上に上がるんじゃないかなと思います。大体ね、これね、第1波動でしょ、第2波動でしょ、第3波動までは行くわけですよ。3、5になると奇数で動くことが多いですからね。はい、ということで1時間を見ていきますけども、今日はある程度下がったところで倍で入れると思います。じゃあ、ある程度下がったってどういうふうに判断するのってことですけども、繰り返し言ってますけども、移動平均線との乖離が大きくなってきたんで、その勢いをね、今、とどめてるところでしょ。ですんで、これから、同じですよ。くっついていきますから。くっついていったら、目安としては、中期のところに重なったところで、倍でエントリーすれば、取っていけるってことですよね。だから、値動きがローソク足にくっつくのを、ちょっと引き付けて待っておきましょうってことになります。はい、その他、今日のね、カレンダーを確認しておきますよ。一応、こういう時はカレンダー確認ですね。今日、水曜日なんですけども、午前中はほとんどありません。中国で動きがあると。はい。ユーロでも夕方動きがあると。深夜アメリカにあるということですね。こんなもんですか。それからね、ラカルド欧州中央銀行の発言があるみたいですね。ユーロの方で HICP コア指数が出ますんで。で、明日木曜日はテクニカル通りなんで、まあ、私の、ね、思惑通りに値動きっていうのは来てくれませんけども、そうですね、反発して上昇する、その押し目の瞬間を捉えれるように、チャートの方を見ていかないとなってところです。それが今日中に起こればいいんですけども、もしかしたらね、明日にずれ込むかもしれません。まあ、いずれにしても狙いは同じですんで、移動平均線とローソク足が絡み合ったところの反発を狙っていきましょう。もう一回図の方いきますよ。1時間。この値動きがね、移動平均線ぶつかって中期の方と絡んだらドーンと上がるというね、イメージでございます。で、今までの実績ですけども、中期で絡んだ、で、こちらの緑で跳ね返ったところもありますんで、緑の線でね、倍でエントリーを多少含み損を抱えながらやっておくっていうのも、ちょっとレベルの高い方法ですけども、やれると思います。反発して動いたのを見て確認してついていくっていうのが一番リスク少ない方法ですけどもね。はい、それぞれ狙っていきましょう。お疲れ様です。